ヤガチャガチャンネルは。はい、皆さん、ヤガチャチャというわけでございまして、私ヤガミンことヤガミハヤテがお送りしておりますアンチャーテッド、なんだっけ、黄金刀と消えた戦団だね。たまにタイトル分かんなくなるんですよね。というわけでですね、今回は前回の侵入編の続きなんでございますが、双方が見えてない？どうしたらいいのこれ。近寄ってから撃つんでしょ。こことかでいけんの？そうよな。あ、動き出した。いやでも地形よな。どうしようかな。一人ならいけんのかな。一人やってんってさせて、もう一人後ろからトンみたいな。で、なんだよ。あ、そこで張ってたのか。だって一発しかねえべよ、ガンガンって言ったって。ガンガンやっていいならやるさ。なるほど、無限かよ。言ってくれよ。あー、遠いと。あー、無線で呼ばれた時点で会うとか。ってことは分かってきたぞ。まずお前やるだろ。でびっくりしちゃったな。うわー、なるほど。気づかせる順番も大事なのか。お前今のはお前だよ。今のはお前だよ。ガンガン眠らせてこ。え、またやった。距離離れてんのか。やべえな。下りやすいなこのチャート。でこうして、でそうで、まずこうじゃん。で問題はこの後だよな。だってあいつ上からだったら見えるだろ余裕で。あいつら何見張ってんだよ。寝てんだぞ下で2人。ここバレねえの？仕事しろお前ら。で上に行かなきゃだよな。上に行かなきゃいけないか、下から2人を眠らせなきゃいけないのどっちかか。こうかな。来たんじゃね。なんとかあの通路へ登るんだ。なんとか。これはいいさ。何？あ、それ押すの？おい、あ、違う。こうしてこうか。まあまあ文句言わないで頑張ろうぜ。いいの、これでいい。見ろこれでいい。馬いらなくない？で、あそこを開けてもらうのかな。この針から屋根に上がれる。針に登れればな。針に登れれば。先まで考えててよかった。ロープ。おお。サンキュー。で、そこのまあ、ところから。なるほどな。カメラの視点どうなってんだよ。いやちょっとこれスタイリッシュカメラすぎるマジで。分かった分かった、今行く。次は絶対エレベーターを使う。でこれはこうしてか。でここ登ってこれか。そうだな。で
お、こっからどうすんだ。お、これあっちに行きゃいいのか。こっから飛び移れる。よいしょ。バッカ。いや、あ、待て、ここで一回降りよう。ワンに比べて思った以上に飛ぶから、これで目的地って感じかい？え、違う？え、どこに行くことを望んでんだ？これを伝ってもっと上的な？あ、やべ、行けなくなってる。だ、まずこうして、こっちの方が上だけど、窓から出るとかか。あ、お宝あった。いらんもん見つけてしまった。そろーりそろーり。危ないよ、怖いよ、怖いよ。さあ、何この、あのチェスの駒みたいな。で、そこから出ようって話ではないんだよね。そっち側に行けるわけじゃねえんだもんな。で、そうなるともう一個のルートとしては、さっき行ったところが多分ぽくて、ここ降りてここを飛べば渡れるんだよ。あ、いた。あ、開いてんじゃん。なるほど。よし、塔があったぞ。もうすぐ着くぞ。情報サンキュー、フリン先生。さてさて、お、降りた。お、どういうこと。どうやったの。飛んだのね。あー、高所恐怖症にはこのスタイリッシュカメラきついっすね。舐めてんの。前作に比べて本当に映画感が増しましたね。よいしょ。あ、げてくれ。お前少し太っただろ。あれ、クソ、やばかったぜお前。もうドーナツ禁止だ。ドーナツが原因で、そこから入って降りて、お、またあれか。任せろ。そしてお前の番だ。俺なんだ。嘘でしょ。待ってよ、なんで今投身自殺しようとしたの。よいしょ。傾けるってことは上がるんじゃねえのか。あの黄色いところか。だ、こう行ってもう一丁ぐらい左行って、行くぜ。よいしょ。すぐ後ろにいる。いつも通り。で、そこの黄色いところかな。だ、こっち移って、こっち移って、上か。おい、良い夢よ。またいなくない。いや、マジスタイリッシュカメラ増えたな。どこに敵さんがいらっしゃるかなんだよね。いいのか。いい眺めだ。よし。お前の家も見える。さっさと行け。あ、そっちなの。サスケじゃん、こんなの。下の方に警備員がいるぞ。で、
なるほど。よいしょ。さてさて。もうすぐ着く。ああ、なぜまだ電気がついてる。照明は黒いが消す。安心しろ。こっちか。目的地の塔の場所は分かってもな、あ、でもここ欠けてるのはそういうことか。で、屋根伝い。あそこの警備員ちょっと気になるけど、あれだよね。よいしょ。で、そうなると地形からやって、こっちからか。あーくそ、あんなに塔が照らされてちゃ近づけない。クロエは何やってる。けせ、クロエ。さすがクロエだ。なるほど。まあ、これで同時にクロエの安否も分かったか、クロエが捕らえられて無線機だけ傍受されてるか、どっちかだよね。で、開いて、オッケー、これでいい。ほう。ああ、降りるためのロープか。レディファーストだ。いいね。いいね。よし、行くぞ。さあ、お宝の貯蔵庫に着いたっぽいぞ。あったか。音響アラームがついてる。この鍵を開ける前にガラスに触れたら、はい、ジリリーンだ。心配ないって。じゃじゃーん。よし、それじゃ。本当にそれだよな。確かめるならこうするっきゃない。悪いな、マルコ。世紀の発見だってのに、なんだこれ、何の役にも立たねえ。強大なる藩の御光。ちょっと待てよ。何をしてる。松屋にだ、燃える。だからライターを貸せ。ライ、火をつけるのか、本当にここで。早く。一気に映画っぽくなってきた。我々の船は揚げ潮に流されてジャワ島にたどり着いた。津波に襲われたみたいだ。ああ、ボルネオの西海岸沖だ。プールでコンタクト見つけろってか。おい、見ろ。きっとこの山が座礁した場所の近くにある。山を見つければ船も見つかる。だな、いい推理だ。待て待て、まだある。OK。 で、まるで海が積み荷を剣をして投げ捨てようとしていた。シャングリラで乗せた積み荷、シンターマニの呪いよ。何か意味があるのか。シャングリラ、分かったぞ。フリン、何が。マルコポーロはシャングリラを見つけた。シャングリラだ。そんな大きな声です、大丈夫か。お前ら今何してるか分かってるのか。自分が石を持っていたなら今も船にあるかも。かなりワクワクする話だが、もう行かないと。ああ、すぐ行く。おい、何してる。悪いな、相棒。ここでお別れだ。待てよ、フリー。俺たちの計画は。お前の計画だろ。俺にも計画がある。ああ、早くロープ投げろ。バカな真似すんな。ああ、そう。お前がボス、俺は下っ端。だがお前は一つ見落とした。そうだろう。はい、もうどうする。え、撃つのか。いや、しばらくおとなしくしてて。俺が船のことに気づいてないと思ったか。小学校のガキだって気づくぞ。おい、フリ、よく聞け。いい加減認めなよ。お前ははめられたんだ。あっと、まだだ。警備員にハンデをやらなきゃ。よし、ゲームスタート。悪く思うなよ。
不憫だな相変わらず。うおレーザー照準を避ける。こうやって避けながら進むってこと？いや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 、でもこうなるとこっち行くしかないよな。よしよし、考えろねえと。ほらで、え、どっち行きゃいいの？いや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 、この包囲も、あ、まあ、近い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 。ちょっと待って、どうしたらいいんだ？違う出口がある。待てよ、なんだこっちも閉め切ってシャッターが閉まってるだろ。あっちも同じくで、まるでレーザーは避けられるという指示がある状況で、で道的にはでもやっぱこっちの下り道しかない。でも下り道、あ、これか。でウザクタドゥルース、でそこのマンホール、よいしょ。おお、追跡はこっちまで。でそっちは特に何もなし。上側にもいる、麻酔銃もない。お宝、お宝取るか。ここでもうとにかく道を探して進むしかない。明らかな使ってくださいの段差。またなアホども。え、お、びっくりした。ダメだ。肝心なことを見ようとして出る。何？認めなよ。お前は遊ばれた。どうしたどうした？ああそうかよ。ふっ、ドドゥエ、ああ。おいおい、そこのトンマ、ショーが台無しだ。ショーだと？恥さらしや。ソーリー、一人ぼっちにしちゃったらかわいそうだろ。あ、うわ、来てくれたのかよ。どうだ、元気か？ああ、まあ元気にやってるよ。どうも。お小遣いあげちゃった。お前の金だけじゃなくて自腹まで切っちまったよ。なんだよ、臭いぞ。その葉巻よりはマシだろ。よくここが分かったな。それは君のお友達に頼まれてね。はい、ダメだ、入るな。なあ待てよ、彼女を出してドアを閉めろ。中の方が安全だ。いいから少し落ち着けって。話は聞け。ありがとう。正直に言うサリー、お前は全然人を見る目がない。特に女を見る目がない。確かにな。でも聞け。ひどい場所。はあ、そう。そうでもないだろ。見ろ、俺専用のバケツもある。うん、別の部署では8人で使ってた。聞いてねえと。ここまで来てくれたのは感謝する。だけどな、お前と不倫に騙されなければ、だから待ちなさいよ。俺はそのクソダメで3ヶ月も来たらはみにはならなかった。悪いな、俺がお前のその胸に飛び込めなくて。私は何も関係ないわ。そうか。言ったでしょ、聞く耳持たないって。いいから、ネイト、あいつ船を見つけた。ボルネオで。そう、チッターマニスキは。なんであんたが知ってるの？プリンが自分で石のことに気づくと思うか。そうね、確かに。でもあいつらまだ見つけられてない。あいつら、プリンとクライアントのラザレビッチだ。マニアックなコレクターよ。あいつら最初からグルだったの。そうか、見つかってないならまだ時間がある。発掘場所へ連れて行け。あいつらが行く前にお宝を盗んでやる。敵も驚くわよね。たっぷり仕返ししてる。見ろ、通称願いが叶う宝石、いわゆる聖なる宝だ。ああ、伝説の聖杯みたいな。そうだ。ありがとう。サリー、聞いてくれ。シャングリラには世界で最も価値のあるものが眠っている。
それは深いブルーのサファイアの原石、両手で抱えられないほどの大きさだ。うん、何百万ドルの代物だ。何億ドルだろう。日記は他にもあるんだよな。山ほどね。ラザレビッチは大金を払ってマルコポーロの日記を入手して何年もチンターマン遺跡を探してる。フリンに探させてるんじゃ見つからなくても不思議はない。ラザレビッチのファイルがあれば俺なら見つけられる。ちょっと待ってよお兄さん、簡単に手に入るわけないでしょ。ファイルは彼のテントの中、テントは野営地のど真ん中にあるの。野営地は基地も同然、兵士たちがそこら中にいるのよ。だから奴らの顔見知りを使えばいい。相手が油断するやつ。ああ、オッケー、分かった、そういうこと。敵の気をそらせてくれ。5分時間を稼いでくれればそれで十分だ。本当に5分だけ？なら下着姿にならなくてもいいわけね。クロエ、俺が考えてたのは爆発で気を引こうと。それも効果がありそうね。乗るか？ああ、もちろんだ。お前より先に乗ってた。でも現在にはまだ紐づかない展開だね。クロエ、聞こえるか？はっきり聞こえるわ。もうすぐ着く。オーケー、キャンプの周囲に爆薬を埋め込んどいたわ。あとはスイッチを入れるだけ。はい、というところまでですが、ようやく消えた船団っていうシナリオにたどり着きましたね。これがどういう風に紐づいてくるのかまだちょっと見えないところもありますが、まだまだ楽しんでプレイしていきたいと思いますが、お時間がちょうどいいところ今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。ここまでの間、私ヤガミンことヤガミハヤテがお送りしました。 See you next time, stay tuned, bye bye.